立憲民政党の委外団員。1931年3月撮影。委外団は昭和戦前、戦中期の日本の保守政党において議員外の政党活動に従事した被議員からなる集団のことである。自由民権運動時代の創始の流れを組む。日本の保守政党は名簿化政党である。また、1890年に衆議院が会員されると、 党の要職に就くのは衆議院議員にほぼ限られるようになった。初期の議会は制限選挙だったので、選挙権も非選挙権も持たない支持者が大勢を占めた。そして一般の支持者は政党としてはほとんど組織化されておらず、非議員の党員、支持者は院外団によって事実上の下部組織として機能するようになった。院外団は演説会場の警備や、 議員の護衛、さらには他党の演説会場に乱入したり有権者の動員を行ったりすることもあった。時には殺し合いに発展したこともあった。1892年、楠本正宝が組織した民党の委員会団が始まりとされる。1903年12月1日、立憲声優会が立憲声優会委員会団として正式に組織化した。 当初は入団者を国政選挙立候補経験者や、古参党員に限定したため、護衛県青年部として、鉄心会も組織された。鉄心会は、やがて院外団の中心となり、郵政事件では、山と民労会と共に、吉田祖吉の九州側と対峙した。後に議員となった、王の茂春、王の万木らを輩出した。1928年のデータでは、 東京府だけで、声優会、民政党、各1300人ほどの院外団がいたという。構成員には、元衆議院議員をはじめ、生活に困って入団したものまであり、中には、院外団活動をしているうちに見込まれて、院内活動を志し、王の万木のように衆議院議員に転じて、衆議院議長、自由民主党副総裁にまで出世した例もある。出身者曰く、 決して暴力団ではなかったが、まあ腕力団ぐらいのことはあった。戦後の自由党、日本民主党にも院外団が作られた。1955年、保守合同で自由民主党が成立すると、自由民主党司会として院外団も合同した。自由民主党同士会は自民党本部内に事務所を持っていたが、議員による支持者の組織化が進み、歴史的使命を半ばを得ていた。 一般の支持者は政治家の講演会員として、政治家志望者は議員秘書や党職員として吸収されていった。自由民主党同士会は2002年には自民党本部を退去させられている。ありがとうございます。